さあそれでは改めまして、犬山道芸祭大賞を見事受賞されました神楽の皆さんにご登場いただきたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。神楽の皆さんどうぞ。昨年に引き続きまして、もう一度この陶芸祭大賞をいただくことができまして、本当に光栄に思っております。夢にも思っておりませんでした。私たちは昨年この犬山陶芸祭で大賞というものを頂戴しまして、ほとんど大賞というものはいただいたことがありませんでしたが、昨年いただいて、本当は優劣つけるのは良くないですが、犬山陶芸祭というお祭りは私たちにとって特別で、そのつもりで今日も参りました。そしてまたもう一つ積み重ねることをできまして、本当に皆さんに感謝しております。皆様ありがとうございました。先ほどもご紹介させていただきました通り、今年は芸どころ名古屋というものをテーマとしておりまして、私たちも同じくこの愛知県で芸というものを披露させていただく身として、身を引き締めてこのテーマに臨んでおります。今一度ここにいらっしゃる皆さんも、この陶芸祭が好きだったり、鳴子踊りが好きだったり、ひいきにされているチームがあったりと、一つの芸というものに、見せられて、こうやってお集まりになられている皆様だと思っております。これからも末永く続いていくということを、この作品に願いとして込めておりますので、皆さんも、本日終わりましたら、今一度これから先もまた続いていくといいなという気持ちで、また来年を楽しみにしていただけたら、こんなに嬉しいことはないかと思っております。最後に恥じない演舞をご披露させていただきたいと思います。これからも踊り続けます。皆様よろしくお願いいたします。神楽、伝統を慈しみ語り継がれる芸の都、名古屋。芸の起こりは武芸にあり、魂心烈火のごとく。Thank you.
皆様、今年の犬山陶芸祭、1日、2日間、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。